実家暮らしのニートが母の日、お母さんにプレゼントするなら何がいいと聞いたら、リスナー、真っ当な会社に就職するのが一番のプレゼントだよと言われた。それをしないためのプレゼントなんだよー。おいすー、ケラヘです。今回の動画は海外版先行コンテンツ情報、黄金城っていうコンテンツを紹介したいと思います。というのも、このコンテンツ、金作ができるコンテンツらしいんですよね。まあ僕一度も行ったことないんですけども、今回はちょっと行ってみて、銀貨がどれだけ手に入るのかっていうのをちょっと検証しつつ、まあ見ていこうかな、皆さんと一緒に見ていこうかなというふうに思います。まあね、やっぱし日本版やってても思いますけど、蔓延的に銀貨不足っていうのがこのゲーム続いてますよね。なので、まあこのコンテンツが出たらどうなるのかっていうのをね、まあ期待しちゃいますよね。こういうコンテンツが出るんだなっつって、はい、ということで、まあじゃあ早速行ってみたいと思うんですけども、まあ右上のメニューバーから、黄金城っていうのが出てくるっぽいのかな、多分日本で来たら。まあ黄金城っていうのがこれあって、こっから入場できるっていう形になるんですよ。で、獲得できるアイテムが、これなんか見たことないアイテムありますよね。この王冠とか、黄金王冠、村の商人に売ることができますよ、高い値段で売ることができますよってやつらしいんですけど、まあこういうのが手に入ると、まあ本当に金策ですよね。銀貨を稼ぐためみたいな感じ。で、これマックス倍率書いてあるから、これ倍率選べるんですね。でも僕今回入場券ちょっと持ってないので、買ってみたいと思います。75パールですね。まあとりあえず買ってみますか。入場券1個と、入場券これか。あ、買いました、買いました。ほう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 。これが全部手に入るってわけなんですかね、この金策アイテム。それはないか。それはないか。まあ、試しにちょっと一回いってみますね。すごい。めちゃめちゃ初めてだ。どんな感じなんだろう。あ、なんか中はシャカトゥーっぽいっすね、なんか。めちゃめちゃシャカトゥーっぽい。で、ボスはまだと、雑魚を倒してからボスを上げてくるみたいな、そういう感じか。ちなみに今プレイしてるキャラクターはソーサレスになります。これで箱、え、あ、これでもう箱が出んのか、開けんのこれで。え、終わった。え、何出んの。え、これは美味しいんか、これは美味しいんか。まあ、じゃあちょっと、売ってみますね。銀貨ゼロにしてたんですよ。銀貨ゼロにして、いくら手に入るかなって思ったんで。あー、でもそっか、これ1個20万か。まあ、売ってみますね、ちょっと。はい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 。1、10、100、1000万、10万、100万。780万。780万か。いや、これどうなんだろう。75パールで780万。いや、まあ、うまいっちゃうまいか。うまいっちゃうまいですね。ちょっとね、さすがにね、1回だけで、終わらせるっていうのを。この黄金王冠ってやつを、ちょっと見ないには、ちょっとやめれないっていうことがあるんで、5個ぐらいちょっと試しに買ってみますね。1、2、3、4、5。ちょっと買ってみよう。これで、なんかさっき倍率みたいの決めれたんで、これおそらく、おそらくこれ金が欲しい人に、金が欲しいんだったらパール使って買えよ、それで金稼いで来いよってやつになると思うんですよね。これ、これすげえな。1日無限にいけんのか、パールさえあれば。まあ5倍いけると、ちょっと5倍でいってみますか。え、これすげえな、本当に無限に金稼げんのかな。パールさえあれば無限にこういうパール効率で言ったら、75で780万。まあ、悪くないですよね、全然。悪くない気はするな。いや、むしろいいか。いや、いいですね、むしろ。来た来た、来た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 。これ出んのかな?これで出るんだったら、はい、負けてみます。頼む、出てきて。出てくれ。オレンジ見たい。俺は朝日が見たいんじゃ。朝日見たいんじゃ。あ、出ない。あ、出た、え、出た、え、出た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 。
いくらなんのこれ。え、出たんだけど。マジか、出ると思わなかった。え、出る、出たわ。これいくらなんのよ。え、これいくらなんだろう。試しにじゃあこっちからとりあえず行ってみます。これ780、これから行くか。ちょっと王冠から行きましょうか。はい、え、やば、1,100,100,100,900万か。なんかなんか思ったよりやばくなかったな。あ、てっきりなんか1億ぐらいなんかもうボコンって手に入るものかと思ったけど、そんなことはなかった。そんなことはなかった。900万 9M。 まあパールで考えたら全然いいか。75パールで 9M って言ったらそりゃいいか。そうだな、うん、まあ75、1回75パールの入場で1億のものがポコンと出ちゃうみたいな感じがあったらやばいな、それは。まあ単純になんかそのお金に困ってる人向けのコンテンツっていうことなんですかね、黄金城は。75パール。まあパールがあれば、まあそのお金と買えますよみたいな、そういうコンテンツですかね。どっちかっていうと、がっつりやり込んでる人っていうか、なんだろう、僕みたいな、あの、美課金層には響かないようなコンテンツになるのかな。一つ言えるのは、ガチャに一回回すよりかは 100% いいですね、この使い方。そしたらまあ今ゲットできたやつ、とりあえず全部売りますか。全部売りましょう、これ。はい。はい。はい。すげ。すげえな、本当に。これで40万か。75だったから、かけ5で350だから、プラスでさっき6回行ったんで、計、まあ460、450ぐらいか。使ってることになるのか。400、そっか、そんぐらいですね。ね、40M か。で、台湾版取引所の価格と普通見てもらえばわかるんですけど、40M って普通に結構大金なんですよ、全然。例えばこの神話のアクセサリーとかって、1,100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 ,
ステムって、だからパールさえ払えば本当に大金をポコンって手に入る、手に入れることができる。だペットとか売る必要ないですよね、もうこうなったら。ペット売る、衣装売るとか必要ない、まあ、結構本当に金策、あでもそう考えるとめちゃめちゃいい金策コンテンツですね。王冠1個でなんか1億とかちょっと期待しちゃってたんですけど、まあそんなことはなかったですけど、まあまあまあ全然いい金策コンテンツなのかなといった感じ。日本版にいつ来るんですかね、どうなんだろうな。まあ来たら来たで僕は利用するのかなって思うんですけど、ちょっと分からないです。そこは分からない。まあということで今回は黄金城を紹介してきましたが、まあ海外版ってまだ紹介しきれてないコンテンツたくさんいっぱいあるんですけども、こういったコンテンツケロフェスありますかとか、こういったコンテンツ紹介してくださいとかっていうのがあれば、あのコメント欄の方にあのしていただければ僕の方で紹介できるものはしたいと思いますので、ぜひそういうコメントをお待ちしております。まあ皆さんが結構気になるとこって進化スキルだったりとか、あとは覚醒コンテンツだったりとか、そういうのを気になるのかなって思ったりとかするんですけども、まあそういうのもいずれ出しますと。で、ソーサレスとかダークナイトとか日本版で、リリースを待ってる職業のことに関しては、リリース事前予約入った時に出したいと思ってますんで、その時までお待ちください。よろしくお願いします。ということで今回はこの動画締めさせていただきたいと思います。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。で、毎日夜 YouTube ライブの方で配信しておりますので遊びに来てください。配信の方ではまあ本当にお気軽に質問してください。まあ雑談ベースで話しかけてくれると僕も嬉しいので、ぜひなんか皆さんで盛り上がっていけたらなと思うのでよろしくお願いします。で、動画投稿の方ですが、お昼は1時から2時の間、夜は8時を目安に、投稿しております。ですので、皆さんぜひチェックの方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。